はい、皆さん、こんにちは。大阪公立大学現代システム科学域教育福祉学類というところで教えています。西田義正と言います。今日は、ちょっとあの耳慣れない人もいるかもしれませんけれども、親ガチャという嘆きに教育無償化は福音化。 といいうタイトルでお話をさせていただきます自分の専門は教育社会学という学問なんですけれどもそのテーマの一つに社会の不平等なありようと教育特に学校教育が深く関連しているというそういう研究テーマがあります。で私自身もずっとこのテーマを追いかけてきたんですけれども。 そのテーマに関するいくつかの内容を親ガチャというふうな切り口で考えてみたいというふうに思っていますお付き合いください、えっと、まず不平等と教育の問題について私自身子どもの頃からずっとこだわりというか追いかけてきたというふうなそういう経緯があります、まあ、簡単な自己紹介を兼ねてなぜこのテーマにこだわってきたのかという話から始めさせてください 私、1960年に広島県の福山市という小さな町で生まれました。父、母、共働きで、県営住宅ですね、公営住宅で過ごしました。まあ、あの、父ちゃん、母ちゃん、一生懸命働いていて、私自身の暮らしというのは決して貧困とは言えない。食べるものに困ったなんていうことは一度もありません。ただ、 まあ、いろいろな、その暮らしの場面場面の中で、まあ、子供心に、えー、自分の家は、家族は余裕がないんだ、えー。いろいろ我慢しなきゃいけないよねっていうふうなことを、えー、まあ、知らず知らずのうちにこう身に染みてきたっていうふうな、そんな、あまあ、育ち方をしてきたっていうふうに思います。で、 小学校のクラスの中には、まあ、少数ですけれどもすごい豊かな、まあ、子ども心にですけどね豊かな暮らしをしている子どももいて、まあ、あの庭付きの2階建てで家にピアノがあって文学全集があって。 お母さんは専業主婦でなんか毎日毎日おやつ作ってくれるなんていうふうなそんな家族が方たやいるわけですね。ななんんんでこんなんだろうというふうなことを子どもの頃に何度か思ったことがあります。で逆にまあしんどいっていうふうに関西では通じると思いますけれどもいろいろ不利な困難な状況が幾重にも覆いかぶさっているそういう家族で育っているそういう子どもたちも。 クラスの中にはいたわけですでそういう子たちはもう授業中つまらないわからないもううつ伏せになって寝ている指定されたものノートとかですねこれを買ってきなさいっていうものが揃えられずに教師からあからさまな叱責叱りつけられるとか。 当時はかなり以前ですけれども教師のの罰といいうううふうなものもあったように記憶していますそうした子どもたちの状況というのはまあ子ども心に自分とこう地続きのというか近い存在なんだろうというふうに思っていました。でかたや私はいろんな経験あの興奮に恵まれて非常に充実した楽しい。 学校経験を過ごすことができて先生ともいい関係が作れたのですけれどもまさにそういうしんどい子たちにとって十分な豊かな学校教育が提供されるっていうことが不可欠なんじゃないかっていうふうなことを 自分につながる課題として思っていたっていうふうなところが出発点でした。ということで不平等と教育に関して、まあ、子ども供心の引っかかりを周囲に自分の周囲に子ども時代には大学に行った人は一人もいなかったので大学というところは全くわからない世界だったんですけれども。 まあ中学高校と上がっていく中でなんか大学というところがあるらしいでまたそれなりに頑張って大学に進む中で社会学という学問があるさらには教育社会学という学問分野があってそこで不平等と学校教育の関係を扱っているっていうことがだだん分かってくるわけですね。 でえー、もう少し大学で残って勉強しようかなっていうふうなことで、えー、まあ本当にいろんな構文の。 があってこうやって大学で研究を続けることができたというふうなところであります、えー、ということで、えー、不平等と教育に関してですね、えー、親ガチャという言葉から、えー、今日の本題に入っていきたいと思いますここに書いている通りですけれども親ガチャというのは、まあ、どんな親の元に生まれるかで将来が決まってしまうでも子供の側からは親を選べない、えー、ということを嘆き悲しむという、えー、つい最近年の 流行語になった言葉もともとはですねトイカプセルっていうんですかお金を入れてそのガチャガチャっと回すとカプセルに入ったおもちゃが出てくるでこれが欲しいなあれが出てきたら嬉しいなっていうふうに思って回すんでガチャガチャってするんだけれどもなかなかうまくはいかないあこんなもんが出ちゃったらもうしょうがねえなっていうふうなそんな感覚を自分の親に向けてああこの親じゃ俺もしょうがねえやっていうふうに まあ自分の状況をこう嘆き、えそしてまた受け入れざるを得ないっていうふうな、あそんな若者たちが増えているっていうのが親ガチャという言葉が流行語になったあそんな背景なんだろうと思います。でその背景、まあ、自分の将来がまあ,あの大したことないや、えあるいは下積みの生活で終わっちゃうんじゃないかっていうふうな見通しを多くの若者たちが持ち始めたっていうのは。 まさに日本社会全体で格差不平等そして貧困という言葉がかつてからずっとあったんですけれどもそこに注目が集まってきたっていうふうなそういう,こう時代背景時代の変化もあったはずです、えー、若者たちがまあ親ガチャだよねなんていうふうなあそんなこう自分の状況をまあ受け入れざるを得ない、えー、まあジョークにしてこう受け流すあるいは受け入れるっていうふうなそんな心情がこの言葉にはこう込められているんだろうと思いますけれども。 そうしたその言葉に対して周囲からは励ましとそして叱責両方のこうリアクションが向けられているんじゃないかということが言えると思います。頑張れば何とかなるだろうと どんな親のもとに生まれても自分が頑張ればそこから脱出できる成功できるだろうなんで頑張らないんだあ、まあ、だから頑張りなさいねという応援のメッセージはしかしその裏にはなんで頑張らないんだっていうふうなその親ガチャという言葉を口にしてしまう若者本人を責め立てるっていうふうなそういうニュアンスでも使われているはずです。ね、え頑張ればできる、えー、という言葉は もうかつてからずっと日本社会でこう深くこう根付いてきたそんな言葉だろうと思います。「頑張ればできる」っていうのはきっと学校で何度も何度もみんな多くの人が教師からあるいは親から聞かされてきた言葉なんじゃないかなと思います。で最近その本を読んでいて「あアメリカやヨーロッパでもねこの「頑張ればできる」っていう言葉が広く使われていたんだ。 まえたそれではです、ね、次にメリットクラシーという言葉を考えてみたいと思います。これはさっき言った「頑張ればできる」っていう言葉をややまあ専門用語社会学の言葉で言うとこうなるっていうふうなことなんですね。でちょっと先のシートのスライドの図に入りますけれどもこれはもう世界中でこういう変化が起きる起きているわけですけれども日本で言えば かつて昔の社会江戸時代を考えてみましょうどんな親のもとに生まれるか親が侍かそれとも町人か農民百姓かでその子ども本人の才能や努力は全く無関係にその親の仕事を継ぐしかない本人の社会的地位職業はどんな親のもとで生まれるかということでほぼ決まってしまう。 という社会だったわけですでこの全、まあ、近代社会の血縁の原理が人の地位を決めてしまうそういう時代状況が長く続いたわけですけれどもそれが近代社会の登場とともに近代化が進むにつれてですねそうしたありようはよろしくない自由平等な社会であるべきだ。 そししてまた効率を追求ななきゃいけないけそういう考え方が主流になってくるとどんな親のもとで生まれたかでその人の仕事が決まるなんていうことはもう不都合極まりないという考え方が広まっていきます。でそれに代わって子どもの能力努力業績で地位が決まるそういう社会に移っていくんだ。 そのこう変化を図で示しているのがこの整理です中村孝恵先生という教育社会学の先生がいくつかの本の中でこの図を用いて説明をしていきます メリットクラシーというふうに言うんですメリットっていうのは能力とか業績っていうふうな意味で使うんですけれども子どもの地位が生まれ親の地位ではなくて本人の能力と努力業績によって決まるまあ、言い換えれば成功できるそういう社会に変わってきているということなんですね近現代社会を特徴づける地位配分原理としてメリットクラシーの社会に なったというよりなるはずだという考え方を多くの人がこう共有しそして多くの親たちが子どもに長く学校に通わせいい成績を取らせてそして高い学歴をつけて安定した親を超えてですね有利な仕事についてほしいというふうにたくさんの親たちが願いまあうちの親も うちの親については大学の世界なんか何にも知りませんでしたからえまあ唯一あの戦前の師範学校っていうのをうちの母親はよく知っていてえ私にはあの広島ですからねえ広大に行って学校の先生になりにさいえそれがいいよとかっていうのをえもう繰り返し繰り返し言ってましたけどねえまあとにかくこうえ庶民も含めてえ子どもに教育をつけ学歴を得させて安定した仕事につけたい。 そしてまた子ども本人もそれを望むっていうふうな気持ちが多くの人々に共有されたくさんの人たちが長い期間学校にに通うようよなりますそれを日本で言うと戦前からもそうでしたけれども戦後特に急速に高校進学率が拡大し大学の進学率もそれにやや遅れて急速に拡大して今に至っている「教育爆発」とか「教育拡大」っていうふうな言葉で表現をされます。 先ほど教育拡大という話をしました。そして実際に多くの子供、若者が長い期間、えー 教育学校教育を受けるようになります。高校はもう100%近い子どもたちが通い、大学にも半数以上の子どもがまあ若者が通うようになっています。で、そうした教育拡大の背景にあった期待は実現したのか。親のこう状況にかかわらず本人が能力を持ちそれをこう努力によって発揮したらあ良いまあ高い学歴を得て安定した仕事につけているのかというじ 実態を見ると残念ながらそうではないということが近年繰り返し確認されています今見ていただいているデータは2009年に東京大学のある機関が公表した高校生の進路と親の年収の関連という調査の図の一つです1000万兆の親の収入であれば6割以上が4年生大学に進み 400万以下の場合には、その率が半数に下がってしまう。 という、えーまあ、まさに親の家庭状況によって子どもの進路が大きく規定されている、えー、という現実があ変わらず残っているということがあ見て取れます。で他にもですね、えー、あのデータを示しませんけれども、まあ、いわゆる難関高校難関大学に進んでいる子どもたちは親の学歴が高い親の職業の安定度が高い。 といいうことが明らかにされています、えー、まあしばしば報道される例ではあ東京大学の学生生活実態調査というものがあって、えー、と世帯年収が1,000万以上の家庭が半数、えー、それから専門管理職プラス教育職についている親が全体の7割というふうなあそういうまあ身も蓋もないというかあそういう結果が繰り返しまあ報道もされているわけです。 スライドは戻りますけれども教育拡大は進んだけれどもしかし有利な親高学歴高所得の親のもとに生まれた子どもが高いまああの教育社会学の分野では教育達成というんですけれども高い成績を取りそして高い学歴を得て有利な仕事についていく社会の不平等な利用が親の世代から子どもの世代へ繰り返されていく有利な親のも元との元で生まれた子どもは ガガチャガチャャっていうふうにならずにあいや親ガチャの通りっていうふうに言うべきなのかな、えー、有利な親の元で生まれた子どもはあその親と同じように有利な学歴そして有利な仕事についていくそして、えー、下積みの生活の中で生まれ育った子どもたちは早くに学校を離れ親と同じように不安定なあ下積みの生活に入っていくっていうふうなあ不平等のありようが世代を超えて繰り返される不平等の再生産の状況は まあ教育拡大が進んだにもかかわらず変わっていないということが日本でそして欧米で繰り返し確認されてきました。でえー、っとその中でも全体としてて豊かになっていれば 経済がどんどん拡大して下積みと呼ばれている人たちも働けばそこそこ以上の人間らしい暮らしができているそういう状況であれば問題のありようはまた違った見方をすべきかもしれませんが残念ながら日本でもそしてアメリカヨーロッパ先進国ではおしなべて勝ち組というか上層の数パーセントの人たちが多くの資源を独り占め しているというふうな数値が日本でもそして海外でもこれも繰り返し報道されているところですで、まあ、こうした まあ資本主義の社会だからしょうがないんじゃないっていうふうに思うかもしれないけれどもえ資本主義社会といえどもえ社会の低変数低いとか高いとかちょっと耳障りな言葉もあの品質しますけれどもえ社会の現実を踏まえてどうしたらいいのかっていうふうなことを考えていくっていうことですからえその趣旨からなんとかあの許していただきたいと思いますけれどもえ資本主義社会であってもかつてはですねえ下積みの人たちの労働条件 生活条件を改善しようなんていうふうな施策が打ち出されていたわけだけれども90年代ですねサッチャーやレーガンの時代から大企業が自由に競争して利益を上げていくその自由な企業活動の成果として庶民層にもトリクルダウンという言葉がありますけれども滴り落ちるように利益は還元されるよっていうふうなそういう新自由主義というふうな考え方が こう主流になっていきます。で結果としては貧富の差が拡大していく。でこの状況の中でですね、オバマ大統領もう遠い昔の名前のような気がしますけれども、オバマはアメリカの大統領、それからとトニー・ブレアというイギリスの首相がいたんですね。ブレアは1990年代の終わりにサッチャーの後にイギリスの首相になって、それ以前の 貧困がどんどん拡大していく状況を何とか食い止めようというふうにいろんな施策を打ち出したわけです。まあ、オバマも私個人期待しましたしブレアヤ首相のやることにもとってもこう評価というか期待をしていた。 でこのオバマやブレイアが当時何を言ったかっていうので有名な演説ですけれどもここはどんなここはというのはアメリカですねアメリカの国はどんな見た目であろうと質地がどうであろうと、まあ、これは彼のこう人種的な背景があったはずですけれども黒人であれ、ね、少数派であれ懸命に学び働く気があれば才能の許す限り前進できる国です。 やればできるのですっていうふうに、オバマ大統領はまあ盛んにあのこういう趣旨の演説を繰り返していました。そして、ブレアもですね、就任の直前だったか直後だったか、政府にとっての主要な優先事項を三つ挙げようと言われれば、私はこう答える。エデュケーションのエデュケーションエデュケーションという。 教育を充実させることで貧困層の子どもにも高い教育を提供することで貧困をなくしていくんだ。ブレアは子どもの貧困率を何パーセントなくしていくよっていうふうなそういう数値目標まで掲げて社会的排除対策っていうふうに言ってたんですけれども、えー、まあ政策を進めていきました。頑張ればできる というメッセージをアメリカもイギリスもリーダーが盛んにこう発信していたわけです。ただただですね、まこのブレイヤーやオバマの発言というのは実はともう書いている通りですけれども、マイケルサンデルという。 今ベストセラーになってますけれどもその本からあこのこと彼らは言ってたんだっていうふうに後付け的に勉強をしていたんですね。ブレアはなんとかいいことやってくれるんじゃないかあるいはオバマは素晴らしい政策を打ち出してるんじゃないかっていうふうに遠い海の向こうの日本で、まあ、学者としてはねあのどんなことを実際やってるかっていうのをきちんと検証せずになんかこう大きな期待を抱いていたっていうんですけどね。ちょっと今かららら考えたら反省を強いられてる わけけですけれどもブレアやオバマは教育が大事だマイノリティ貧困層でも教育を受けること頑張って勉強することで成功できるよということを盛んに主張したんだけどレーガンやサッチャーが残した経済の不平等なありようはそのままにしていたわけです。えー、貧富ののの状況はそのままにして頑張れば成功でききるよ、えー、さっきの メリトクラシーのの図式の通りですね、低層に生まれたとしても親の生まれにもかかわらず頑張れば能力があり努力すれば成功できるよ頑張りましょうねっていうふうにブレアンもオバマも声を大にして言っていたっていうわけです。 ただその現実はどうだったか詳しくはマイケル・サンデルの本をとても読みやすく面白い本ですから読んでいただきたいんですけれどもそのメッセージの結果はどうだったか頑張ればどこまでも前進できるよ豊かになれるよっていうふうに言っていたけれども まあ一部の人はそれで成功できたっていう現実もあるはずですけれども全体としては貧富の差はより拡大してて現代に至っている働いても働いても安定した生活ができないあるいは働く場所さえ見つけられないでアメリカでこうラストベルトっていうんですか錆びついてしまった地域で英雄をこう願望する。 アメリカを再び偉大にしてくれるっていうのでトランプ大統領候補への支持が熱く語られ実際に投票が集まっていく、まあ、まさに取り残された人々がエリートの言う頑張れば成功できるよっていうのは嘘っぱちだっていうふうにこう批判敵意をこう高めていってでそれがトランプへの支持につながっているイギリスではどうか。 えー、頑張ればね教育を受ければ成功できるよっていうメッセージを繰り返し流されたけれどもエリートはどんどん豊かになっていくけれども、えー、俺たち労働者階級はあるいはあ外国からやってきた移民労働者とその家族はあしんどい暮らしが続いているエリートの言うことはもう聞いてらんねえや EU から離脱したらいいんちゃうっていう 客観的に見るとその選択はどうなるよっていうふうな議論はいっぱいあったわけだけれどもイギリスではブレクジットと呼ばれるんですね EU からの離脱が国民投票で決まってしまっただから取り残された民衆のエリートに向けた敵意がさまざまな形で現れているということが言えるわけです。じゃあ日本ではどうか 日本でも繰り返し頑張れば成功できるよっていうふうに言われ続けてきたけれども、えー、蓋を開けてみると、えー、親どんな親のもとで生まれるかそして育てられるかで、えー、自分のどこまで教育を得られるか学歴を高めそして安定した仕事に就けるかっていうのは親の状況によって大きく規定されてしまう親ガチャという現実が これもかつてからずっと続いていたんだけれどもそこに多くの人の目が向けられるようになっていった、まあ、ただしアメリカやイギリスと違うのはその取り残された民衆のこの敵意不満というものがエリート層にはなかなか日本では不思議なことに向けられていないんですよね。 で実際に、まあ、これは私のもう一つの研究テーマなんですけれども差別意識の状況について、まあ、いろんな調査を通して見てきたんですけれどもニートやフリーターあるいは生活保護を受けている人貧困層そして外国人に対してもう客観的には非常にこう厳しい困窮状況に置かれている人たちに対して優遇されている不当な利益を得ている。 あいつらが日本からいなくなれば、あるいは生活保護の制度をどんどんこう縮小していけば、あるいはあこう働こうともしないニートやフリーターがいなくなれば、あ日本は良くなるんじゃないのなんていうふうなまあ,あからさまなこう非難ヘイトの行動やこう発言というものがこう表れになっている。だからこう私自身こうあの強調したいところなんですけれども上向きに。 自分たちのこうしんどさ困難さの原因はどこなのかっていうところに目が向かずに下向きにその不安や不満が吐き出されているそして結局は生活保護の仕組みがどんどん縮小されるなっていったらあの自分の首が締まるだけなんですけどね。 というわけで、えー、敵、えー、不安と不満が下向きに吐き出されることで、えー、困難な状況がそのままに維持されているというふうなあ、まあ、あの皮肉な状況があるんだというのは、まあ、あの私のもう一つのテーマなんですけれどもちょっと付け加えてしまいました。はいえー、それででは、えー、先を急ぎますす、えー、改めてですね、えー 親ガチャというふうなことに目をもう一度向けたいと思います。今、ここでお示ししているのはですね、2013年。 のデータですね。文科省が全国学力調査をやってます。で、そこで一部保護者の状況についてもあのデータを集めているんですね。で、その格差不平等の問題と学力の問題をきちんと把握しようということで、政府がお茶の水大女子大学の三木坂先生というまあ教育社会学の研究者ですけれども、三木塚先生にこう 委託してその文科省の学力データをこう分析したあそのデータが今見てもらっている、まあ、そのごくごく一部ですけどね。 と、このデータの読み方なんですけれども、もローは ses ハイヤー ses ses っていう言葉が出てきますソーシャル、エコノミックステータス社会経済的な背景という風に考えてください。世帯の収入と父親、母親の学歴をあの合成してえま恵まれた。家庭。 恵まれていない家庭っていうふうに4つのグループに分けたっていうふうにこのグラフは見てください。子供が生まれつつ家庭の有利さ不利さごとにですね、その子供が学校外でどれだけ勉強しているか別に集計し直した。 えっとこれは小学校の六年生の国語の成績です。ハイエスイエス、まあ恵まれた家庭の子供たちはみんな成績高いわけです。で一番あの向こう側の、えー、まあ恵まれていない、えー、ね不利なまあしんどい状況の家庭の子供たちは成績低いっていうふうな結果が出ています。でもう一つですね注目したいのは太字になってますけれどもえー、っと一応向こうの端 えー、しんどい家庭で3時間以上学校外で勉強している、えーまあ、努力を重ねている頑張っている、えー、子どもの成績頑張りは成果として出ていますけども、えー、一番恵まれた家庭の学校以外は勉強しないよっていうこの成績に追いついてないんですね。と非常にこう、えー、重たい データなわけですということでその解説はこのシートに書いている通りですまあ親ガチャというのは単なる流行語ではなくて現実に裏打ちされた思いなんだということがこのデータからも見て取れます頑張れば成功できる頑張ればできるはずだっていうふうにみんな善意で言いがちだけれども頑張ったこの努力が報われるためのベース条件 がどこまでこう整えられているかによって大きくそのその成果あの現れというのは違うんだということがこのデータから見えてくるわけです。だからいくら善意で頑張ろうねっていうふうに言ってもそれはとっても残酷な響きでしかないっていうふうなことも言えるわけです。で。 再生産論の要点というふうにタイトルではつけましたけどもなぜ恵まれた家庭の子どもは家で勉強ほとんどしなくてもそこそこの成績が取れるのか逆に恵まれていない不利な状況の子どもは学校外で相当努力してもなかなかそれが成績に、まあ、学校で評価される学力ですねに結びつかないのはなぜか。 それについてのさまざまな議論が教育社会学の中では再生産論というふうな形で進められています、えー、っと残念ながら時間がないので、えー、今日は詳しくは説明できないのですがごく要点だけ紹介をしておきますまず格差が固定化しているあるいは拡大しているよと、えー、いうね、えー、状況があるわけですがこれは子ども若者が努力しなくなったからあるいは親が勤勉に働かな なくなったから日本で貧困が増えたんだなんていうふうなことは決してないわけですね。みんなしっかり働いてそこそこ,こまあ、そこそこというか人間らしい暮らしを実現したいっていうふうに若者も大人も親も思っているけれどもそれが実現できず収入が低い状況にこう滑落するというかそういう状況が続いています。でそれは本人の問題ではなくて企業の利益追求を最大限にし進めるというふうな。 そういう新自由主義の政策の結果としての雇用の不安定化が非常に大きい要因だというふうに言われています。で、えー、っとその次ですね上層中層下層のそれぞれの家庭に生まれた子どもたちが努力してもなかなか成績が上げ,上げられないそのし メカニズムは一体なぜかっていうところでさまざまな教育社会学者が重要な研究をしているんですけれどもやっぱり一番物を言うのはお金です、えー、経済資本の問題学校に長く通うために必要な費用プラス学校に通うということは、まあ、特に高校や高校出た後大学生の年齢なんか考えたら学校行かずに働いたら収入を得られるわけですよで。その収入が得られないわけですね だから長く学校に通うということは働けば得られたはずの収入を棒に振ってそして余計に学校に通うためのコストがかかる。だかかから実は二重にコストがかかっているわけですよ。というわけで経済的な問題というのは非常に重要だ。 ね、でそれプラス近年注目されているのは文化的な問題です、えー、客体化された身体化されたそして制度化された文化資本が高い達成を可能にするっていうふうに、えー、一言で書いていますけれども、えー、っと私の小さい頃のエピソードでも紹介しましたが家にピアノがあって文学全集があってものとしての文化的なものがたくさんその家の中にある。で その親はピアノを弾いていてる文学全集を読みこなして「あこの本この作品は面白いよね」なんていうふうに父親母親で話しているそういう環境の中で育つと知らず知らずにそうした文化的な素養が血になり肉になっていくわけですね身体化されていくわけです。でそうしたベースを持った子は学校で授業がよくわかる。 理解が早いそしてペーパーテストで高い点数を取れる高い学歴を得るということですね制度化された文化賞、まあ、要するに学歴ですが高くなるで親と同じような有利な地位につけることになる。 さらに社会関係資本というのも近年注目されているんですけれども私の場合には周囲に大学に行った人というのは一人もいなかった大学ってどんな世界なのっていうのは本当に入学試験を受けてもよく分かりませんでしたね。えー、ということで大学っていうのはとっても縁遠,遠かった。 大学に行ったらどんないいことがあるのかっていうのもえまあなかなか分からないままなんか模索していたような記憶がありますけれども周囲に親もそして親の友人とか親戚に大学に行った人がたくさんいる大学行ったらこんな面白いことできるんだよとかこんな仕事につながるんだよなんていうことが普段語られているそんな環境の中で育てばある,あるいは親身になって相談相手に乗ってくれる人がいれば。 あるいはそのより有利なその地位に就くためにはやっぱりコネクションも大事だよねなんていうふうなことでその人がこう持っているつながり社会関係も資本として大きくものを言うんだよっていうふうな研究があります。そうしたその不利が世代を超えてこう受け継がれるまさに不公正なずるい仕組みが展開されているんだけれども。 まあその端的な我々は東大に行っている人は親が1,000万以上が半数以上だ7割が専門管理教育職だずるいじゃんっていうふうに考えて当然ですよねでもそういうふうに素朴な思いをあやまあそういうふうな恵まれた家庭に生まれたとしてもあの子らはやっぱりべらぼうに頭いいんでしょう。 あな,んでなぜか北海道民になってしまいましたが、えー、頭がよくてそしてべらぼうな努力をしたからあの子たちは東大に行けたんでしょっていうふうに、ね、文化資本が介在しているがゆえに、えー、不公正なありようがストレートに庶民の間には伝わらないごまかされてしまう。 えー、不平等の最先端構造が隠されてしまうんだよなんていうふうな議論を、えー、ピエール・ブルブデューといいう社会学者は展開していますさて、えー、そうしたその、えー、不平等が繰り返すさらには日本社会もそしてアメリカもヨーロッパも、えー、貧困層がかつてないほどに拡大しているそういう状況の中でじゃあこのままではまずいよねっていうのでさまざまな施策が打ち出されています。でえー、日本社会でも 本当に貧困という名前を持った法律が日本で初めて作られたのが2013年だったと思いますけれども子どもの貧困対策推進法ということで成立をしました子どもの貧困そして貧困対策ということが、まあ、国を挙げての政策課題になったということはとても大きな転換点ですさっきブレア首相のことを何か期待してたんだよねっていうふうに言いましたけれどもイギリスではそしてアメリカでもそしてヨーロッパ諸国でも貧困 そして労働者階級の子どもたちの貧困やその教育をどう改善するかっていうふうなところはもうずっと長い歴史があるわけですが日本社会もまあ現実がこうかなり悪くなったそれを受けてですけれどもようやく近年になって貧困対策がまあでも親の貧困じゃないんでね子どもの貧困対策は進めましょう。 親が貧困なのは本人の問題でしょっていうふうな自己責任論がとても強いわけですけれどもまあその問題をちょっと置くとして子どもの貧困対策が進められていきましたでそこで強調されるのは子どもが今ひもじい思いをしているのにえつらい思いをしているのにそれはもうちょっと置いといて。 どんな親元で育っても教育で頑張ればだから教育支援学習支援そして就学支援奨学金あるいは授業料の減免無償化なんかを進めることで貧困層の子どもにも教育を受けてもらってそして学校で成功し社会でも成功する貧困状況から抜け出す貧困の連鎖を断つ鍵は教育だっていうわけです。 ブレアやオバマが言っているのと同じですね教育支援で貧困を解決しようというふうなことが盛んに今日本で打ち出されているわけですでこれについてはあの批判がなされています教育によって貧困と連鎖を断つことは可能かということで一部の子どもは あの成功できます。え私があ最近東京でえいくつかあのインタビュー調査をさせてもらいましたけれども、都がやっている区がやっている仕組みで南関国立大学に行きましたなんていうふうな若者に直接インタビューをしたこともあります。だから成果は上がっているわけです。でもそれはごくごく一部でしかないわけです。で一部の子が貧困層から脱却したとしても。 経済の仕組み雇用の仕組みが豊かな人たちとそして貧困層を生み出すその貧富の状況が変わらないわけだから一部の子どもが貧困から脱却しても別の子どもが新たに貧困層にこう転落していくあるいは以前から貧困だった子どもたちがまた貧困な大人になっていくっていうふうな。 そういういい大きなな貧富の構造は変わらないわらけですそれからもう一つその支援を受けて成功したケースもあるよっていうふうなことを言いましたがまさにその恵まれない家庭状況の子どもたちがどんな不利な条件に置かれていたかっていうのはさっきのデータからも見て取れると思いますけれどもそうした子どもたちがいろんな支援があったとしても 豊かな層の子どもたちと同じくらいに高い成績を得るためには、もうとんでもない努力が重ねられたはずです。だから、えー、子どもの貧困対策で教育によって貧困から脱却させようっていうふうな政策は、その実効性についても、あるいはその当事者に、えー、こうかけるこう負担、あ困難さあという面からも、えー、多くの問題を抱えているっていうふうに言わざるを得ません。 それからもう一つ今の政治動向の中でどこまでこう達成できるか成功できるかというのはまだ未知数ですけれども教育無償化政策といいうものを打ち出しています所得制限のない全世代型の教育無償化を実現しますというある政党の政策文書には書かれているわけです。でここで強調されているのは大学なんですね。 高いレベルの教育を所得に関係なく無償化していきますよそれが望ましいですね。 大大阪公立大学でででももそういういい方向で進んでもいますけれどもそうした政策は果たしてどういう意味があるのかというのを考えてみたい豊かな層であっても塾代家庭教師代さまざまな教材費そして大学に入学した後も高い学費を払わなきゃいけないっていうので高等教育を受けるための費用っていうのはおとんでもない負担です。これは経済的に余裕がある人たちも 本当にこう吐き出してる状況っていう,こう、えー、比較的豊かな親御さんへのインタビューでもうわそんなにかかるんですかっていうふうに改めて驚いたこともあります。でそうしたあの豊かな人たちですねさっきの SES でいうとハイヤーなグループの人たちも教育負担非常に高いわけだからそういう状況の中では大学への費用が無償になるというのは大歓迎。 だろうと思います表になる政策なん、えー、だろうと思いますが、ね、でたやあその努力してもなかなかそれが報われない、えー、そういう困難な状況に置かれた人たちにとっての高等教育の無償化政策っていうのは一体どういう意味があるんだろうか。えー、みんながそれを利用して高い達成を得られるかっていうとそれはなかなかに厳しい。 条件がものすごい大きな壁になるっていうふうなことを、えー、さっきもこうお話をした通りです。そうすると無償化したのに成功しない人たち、努力しようとしない人たちっていうふうな周囲からの目が向けられるんじゃないかね。こんなに制度が整ったのに成功できない。それは努力が足りないからだね。あるいは 能力が足りないんじゃないのなんていうふうな形でそうした人たちの状況が切って捨てられるそういう事態が予想されるんじゃないか。 教育の無償化特に高等教育の無償化について考える際には改めてメリットクラシーという社会のありようについてもう一度吟味する必要があるんじゃないかこのメリットクラシーへの根本的な批判の議論というのは実は結構長くこの何度も振り返りますけれどもこの図を見るとですねメリットクラシーが実現している社会のありよう。 制限されない。だから全近代の社会よりは望ましいというのは確かに言えます。でも図を改めて見ると上中下この縦の格差っていうのはそのままなわけですね。だから個人の能力や努力によって報われる子がいる。逆に恵まれた家庭に生まれても努力しなければ能力が低ければ下に行って当然じゃない。上下の格差。 あ,あ不平等のありようっていうのはメリットクラシーはあの問題にしないわけです。ただ上層からしんどい層に転落するっていうのはなかなかに起きないわけです。親が社会力にもうお金そして文化資本社会関係資本をつぎ込んでまあ言葉は悪いですけれども努力しようとしない出来の悪い子供でもそこそこの地位につけさせるような。 あのサンデルの本でもアメリカの超名門大学に裏口入学させることが発覚して事件になったなんていうふうなエピソードがこう紹介されてるんですけれども何としても自分の子どもに有利な地位に就かせるっていうふうな努力をもういろんな資本資源をつぎ込んで達成するわけですからこの下向きの移動っていうのは大きさとしても少数。 でしょうねえー、というわけでメリトクラシーというのはこの上下の格差不平等についてはそもそも問題にしないんだあるいは能力・努力が低い人が下積みになるのはしょうがないよねっていうふうな考えもそこにはビルトインあの組み込まれているわけです。能力主義のの理想はは不平等の解決ではない不平等の正当化なのだっていうふうな この一言を読んであそうだよねっていうふうに私自身ももやもやが晴れたっていうふうな感じがありますそしてそれだけではないわけです成功できるものは能力努力業績を上げたものなんだ個人が努力してその成果を勝ち得たんだよだから誇っていいんだっていう考え方です逆に下積みに甘んじている人は能力が足りない努力が足りない 本人の責任でしょというふうな考え方がやっぱセットになってるわけですね。えー、というわけでちょっと長い引用になりますけれどもあのサンデルのちょっと分厚いあの文庫版でも結構分厚いんですけれども「勝者のおごりを強めてしまう」そしてまた「敗者の恥辱感自己否定」の気持ちをメリットクラッシュというものは高めてしまうんだ。 というメリットクラシーがそもそも持っているそのあり方の問題性に多くの人が気づくことが必要なんじゃないかということがこれらの議論から言えます。 でそうした状況から脱却するための必要な道筋として3つ考えてみました。っていうか、まあ、いろんな取り組みがなされているのを3つに整理したいというふうに思います。まずこれも有名なメッセージなんですけれども2019年に東京大学の入学式で社会学者の、まあ、同業者ですけれども本当にこう大事な仕事をされた社会学を引っ張ってくれた上野千鶴子先生が東京大学の入学式の祝辞で 新入生たちにあなたたちは自分が頑張ったからここにいるっていうふうに信じて疑ってないでしょうけれどもそれはその頑張りが報われる支えてくれるあるいはこう手をあの差し伸べてくれるさまざまな条件や人々がいたからこそなんだよ。それについててちゃんと自覚しておきましょう で、えー、講談ですけれども恵まれた環境と恵まれた能力とを恵まれない人々を貶としめるためではなく、えー、そういう人々を助けるために使ってくださいそして、えー、強がらず自分の弱さを認め支え合って生きてくださいっていう,う、ね、勝ち組エリート層ー、まあ、メリトクラシーの、えー、上層の地位を勝ち得た人たちに。 その背景のあり方についてちゃんとこう認識をし自分たちの個人的な努力能力才能だけで今みんながここにいるんじゃないよということをきちんとこう伝えていくということがまず重要なのではないかという提起をしています。 ですね、求められる道別の道筋として、えーまあ、エリート層のそうした意識が変わっていくっていうこともそのベースー条件の一つになると思いますけれども、えー、私が今強調したいのは小中高校の教育をいかに豊かなものに充実したものにするかっていうところがとっても大事じゃないかそれを優先するべきじゃないか。えー、だからあの高等教育のの無償化っていうのは 必要です重要な施策だけれどもやっぱり優先すべきは特に経済的には何とかその費用を賄えるような人たちにまで無償化の恩恵をこう提供するのではなくてそうではなく全ての子どもたちが安心して豊かな学校経験を小中高校の段階で得ることそれがまずは最優先だろうと。その前提はここに書いいてないんですけれども えっと貧困対策で、えー、あの生活保護を受けている子たちが夜の,あの学習支援の場所に行ってるです、ね、全国でそういう取り組みはなされてるんだけども、えー、その学習支援の場にこう行った子どもたちがこう結構多く,あの,多くの子どもたちが学校では勉強が分からないと言えなかったでここに来ると勉強が分からないっていうふうに伝えられてその勉強を教えてもらえる。 多くの子どもたちがそう語ってくれましたっていうふうに私が見学に行ったその学習支援の場所の支援のスタッフの人が教えてくれました。でさまざまなその他の教育社会学の研究でもですね残念なことに困難な不利な状況に置かれた子どもたちが 私の最初に紹介した自分のエピソードでも、えー、触れたことですけれども不利なしんどい状況の子どもたちが学校でさらに不利な状況に置かれている勉強がわからない学校が面白くない教師といい経験が作れないで、えー、学校を早くにこう離れてしまう学校における排除が現実の学校では起きているっていう,うあの状況があるわけですね。えー、それをこう何としても 解決し困難な子どもたちも含め全ての子どもたちが充実した小中高校の経験ができるように他者社会世界を理解し人間らしい暮らしを可能にするための自分たちの生活を良くするために必要不可欠な学力を身につける。 それから文化祭や体育祭やあるいは部活動を通してさまざまな教科の学習以外の充実した経験を積み重ね成長していくそういう豊かな小中高校を実現していくことがまずは必要なんじゃないか。部部活活動についててて意識して書き込んだんだですが今はブラック部活とか言ってえ 評価が低いです。先生たちの困難あるいは顧問に無茶苦茶やられてこう自死を強いられるそういう子どもたちも現実にいます。だから今の部活動がさまざまな深刻な問題を抱えている改善が必要だということは当然です。でもそれをややることはとっても必要でそれを進めながらでも今進められていることはもう部活動は学校から話しましょう。 で地域に移行をさせるっていうふうな動きがどんどん進んでいるでそれはもう当然だからお金の問題にも絡んでくるし学校以外でのスポーツの場がそうしたそのとんでもない指導からはこう自由なのか、ね、っていうとそうでもないだろう。 えっといろんなことをあのちょっと、えー、ランダムに言ってしまいますけれども、えー、部活動を学校外に移行させるっていうのはさまざまな問題をはらんでるんじゃないか。一つは経済的に不利な子どもたちはあそのブラバンで高い楽器をこう吹いたりね、えー、あるいは陸上競技スポーツの、えー、練習をし、えー、そうだな。あの トレーニングを積む中でいろんな悔しい思い苦しい思いをし友達や顧問とのいろんないかいもありでも勝利するあるいはあの最後には負けて悔しい思いをするその中で本当に大事な経験を子たたちははしてきたはずです日本の部活動は問題は多いなんとか改善しなきゃいけないでも部活動が学校教育の中にあったあるっていうことがどんなこう 重要な存在だったのかというこまは子どもたちを落ちこぼさない豊かな充実した経験学力を小中高校で提供するそのためには先生たちもっともっと今よりもっと頑張んなきゃいけないかもしれないでも今現実にこう進められているのは教師の働き方改革だ部活動の指導も大変だ 教科指導も、えー、いっぱい大変だ、ね、教師の、えー、負担を、えー、どんどんこうあのスリムにしていくということが不可欠だっていうことがあ今盛んに言われているけれどもこれもちょっとおかしいんじゃないかなというふうに私は思っています学校教育に十分な資源がお金が予算が投入されて先生たちが余裕を持ってさまざまな仕事に取り組める その教師の雇い方改革こそが重要なんじゃないか教員の定員をもっと余裕を持って設定しそしてまた定員がこう、えー、あの埋められないまま非常勤でこう回していくなんていうふうな状況が一日も早く改善されるやっぱ学校教育に十分な資源がお金と人が回されるっていうことが まずはそれも小中高校の段階で必要なことなんではないかというふうに思っています。はい、最後のスライドです。もう一つですね。小中高校まあそして専門学校や大学を出てその後仕事についていきます。でそのお仕事のあり方がやはり重要だろうということですね。その学校を離れたあ後で就く仕事が一部は非常に恵まれた。 大金が得られる仕事、そして方や長時間働いてもギリギリの賃金しか得られない、えー、そういう状況が今現実に起きているわけですね。で、その現実の一端をはらずしもはからずも明らかにしてしまったのがコロナの問題だったというふうに言えます。エッセンシャルワーク、エッセンシャルワーカーなんていうような言葉が盛んに言われました。 介護保育運輸物流などさまざまな人々の生活を支える不可欠な仕事というものがあるんだでその人たちがいち早く困難な状況にこう追いやられてしまったというのがコロナ禍の現実だったというわけですね。というわけで そうした仕事をエッセンシャルワーカーエッセンシャルな存在だというふうに見る見方がこう登場したそれはとってもあの良いまあ積極的なことだと思いますがでも掛け声に終わってますよねそうした仕事がまさにエッセンシャルという故障にふさわしい評価承認処遇 労働条件が提供されるということが不可欠でそうすれば人手不足の問題もおのずと解決するんじゃないかということで、えー、っと学校を離れた後の仕事のありよう が大きなこう鍵になるんじゃないかでやっぱりそれをこう改善していく大きな手がかりというのはエリート層がそういうこう労働やその仕事に従事している人の存在にきちんと目を向けるということも大事ですね上野先生の言葉をきちんと受け止めてね社会にはそういう存在があるんだっていうふうに勝ち組エリートの人たちが目を向けるということも大事だけれどももう一つはその当事者の人たちが 社会のありようそして自分たちが人間らしい暮らしをしていくためにそしてまたあの当然の評価承認を周囲から得られるようにアクションを起こしていくその力を当事者たちが身につけるその手助けはやっぱり学校教育だと思います。例えば その人権に関係するあるいは差別をなくしていこうとするさまざまな取り組みを人々が行いそして実際に成果を上げてきたわけですね。えー、人間はあの状況を変えていく力があるんだ、えー、そういう知識、えー、そしてこうスキルを、えー、子どもたち若者たちに学校教育を通して、ね、エッセンシャルな存在なんだということを声を上げそして社会を変えていく力を当事者の えー、その若者たちに、えー、提供していくっていう可能性というか課題を学校教育は担ってるんじゃないのかなっていうふうに思います。でもう一つはまだちょっと自分なりにこう消化しきれてないところがあるんですが、えー、私自身が近年の調査を通してですね学歴と住まいのはしごを登ることを最優先しない。ねえー、狭いいい家だけどまあいいじゃん、ねえー、そして あの周囲からはこう高い評価を受けているような仕事にはついてないけれどもみんなそれぞれにその学歴やその仕事が多様な大人たちが集まって地域を盛り上げていくうちの地域の子どもたちをみんなで守っていこうぜとかねそんな取り組みをしている地域にたまたまいくつか出会うことができましたでそうした暮らしのありようを現在の生活の充実を周囲の人々と共に実現しようとする人々 そうした地元の世界があるんだよということを広くこう伝えていくと社会範になって学歴得なきゃ大企業に入らないとどうしようもないよなんていうふうな狭い世界からこう目を広げる暮らしぶりの選択肢を広げるっていうふうなことにもなるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、そのあたりはあの、えー、今年中に、えー 本にまとめたいと思ってるんでください <laughs>、はい、そしてもう一つは、えー、あのそうしたまあ下積みの生活社会を維持するために必要不可欠な仕事をもっと評価するべきだ、えー、ということを言いましたけれどももう一つはやはり その困難な状況の中で夢を実現したいもっともっと教育を受けたいと思っている子どもたち若者たちに十分なその教育面経済的な支援が提供されるっていうことも必要不可欠な課題の一つであるということも最後に付け加えたいと思います。かなり長くなってしまいましたが、まあ、とりあえず言いたいことはお伝えできたかなというふうに思います。どううもありがとうございました